ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふと思ったんだけど、仮に魔理沙が過去の時代にタイムトラベルできるとしたらどうする？そうだな。その時代の有名人に会ってみたいぜ。確かにそんな楽しみ方もいいわね。そして、その時代の未来がわかっているだろうから、事件や事故を未然に防ぐように奔走するのもいいかもしれないな。ええ、それはその時代の人々にとって救世主が来たような話ね。実は SF 映画のようなフィクションではなく、戦争や自然災害なども含めた日本の危機を予言し、警告してくれた未来から来た人物がいたんだ。そうなの？気になるわね。よし、それじゃあ今日は100年後から来た未来人の警告について詳しく解説していこう。わかったわ、よろしくね。このチャンネルでも予言についていろいろと話してきたけど、特にみんなに聞いてほしいっていう予言があるんでしょ？そうだな、今回は未来人の予言について、そしてその中でも実際に的中した予言について話していくぜ。未来人って何者なの？普通の予言者と違うなら、もっと詳しく教えてほしいな。もちろん。今回紹介する未来人とは直接会ったわけじゃないが、これは有名な掲示板、5チャンネルのスレッドが元になっているんだぜ。5チャンネルって、あの掲示板のことだよね？そこに未来人が現れたの？そうなんだぜ。未来人は2022年と2023年にその掲示板に現れて、22世紀から来たと言って予言を残していったんだ。ねえ、2101年以降って22世紀の話になるんだよね？それって、未来から来て今に予言を残すってことになるの？そうだぜ霊夢。これは単なる予言じゃなくて予告って言ってもいいかもしれないな。未来人から見れば、今までの自分の体験を語っているだけだぜ。でもさ、その未来人がどうやってこの時代に来たのかって、めちゃくちゃ気になるよね。そこなんだが、残念ながら未来人はその部分について詳しい説明をしていないんだ。多分、未来に影響を与えないように、あえて話していないのかもしれないな。タイムマシンで来たっていうからには、どんな仕組みなんだろう？未来人が言うには、22世紀ではタイムマシンが発明されていて、時間旅行が可能になってるらしい。ただ、かなり高額で、一般人には手が届かないようだぜ。それでも、タイムマシンが実際に存在しているってだけで、なんか夢が広がるわ。でも、その未来人って何歳ぐらいなんだろう？その未来人は90歳だって言ってたぜ。それでも2022年のことをしっかり覚えてるってすごいだろ？ええ、90歳でタイムトラベルって、めちゃくちゃ元気な人なんだね。未来では、医療技術が飛躍的に進歩してるらしいんだ。未来人の時代では、平均寿命が180歳まで伸びてるらしいぜ。180歳？それじゃあ、90歳なんてまだまだ若い方なんだね。未来人が2022年に来たのは、どうやら旅行の一環としてらしいんだ。実は、この未来人はそんなに多くの予言をしていないんだ。他の予言者たちとは違って、この世界にずっといたわけじゃなくて、たまたま訪れただけなんだよ。それじゃあ、他の予言者たちと比べて信憑性が低いってことになるの？いやいや、そういうわけじゃないぜ。むしろ、その予言はあまりにも的確で、それが逆に興味深いところなんだよ。なるほど、それならその未来人が的中させた予言を教えて。わかったぜ。まず一つ目は、ロシアによるウクライナへの侵攻だ。この予言は、未来人が2022年に初めてこの時代に来た時に語ったんだ。ええ、それって確かに2022年に現実に起こった出来事だね。そうだろ？未来人にとって、私たちが生きているこの時代はすでに歴史になっているんだ。それを考えると、なんだか不思議な気分になるだろ？うん、次に気になるのは、未来人が的中させた2022年の安倍元首相の襲撃事件だね。ああ、あの事件も未来人が事前に予言していたんだぜ。え、本当？あんな日本中を震撼させた事件を未来人が予知していたなんて信じられない。そうなんだぜ。未来人はこの出来事を日本の歴史として学んでいたらしいんだ。それも、2022年の時点ですでに予言を残していたっていうから驚きだろ。日本は安全な国だし、そんな衝撃的な事件が起こるなんて、誰も現実だとは思わなかったんだ。実際に7月8日に事件が起こった時、スレを見直して驚愕した人が多かったんだぜ。それまでは、未来人の予言なんて半信半疑だった人も、一気に信じ始めたってわけさ。そうだったんだね。でも、未来人は予言をしているけど、何か意識してやっているって感じじゃないよね。その通りだぜ。昔の記憶をふと思い出してそういえばこんなことがあったなって話してるだけみたいだから、逆に信憑性が増すんだぜ。
次は、未来人が予言をすることのスピリチュアルな意味について詳しく話すぜ。確かに、わざわざ過去に来てまで予言を残す理由って何なんだろう？それがまさにスピリチュアルな意味を持っているってことなんだぜ。それを知ると、予言の受け取り方がもっと深まるね。そうだな。今回は、予言のスピリチュアルな意味を大きく2つに分けて解説するぜ。まず、予言のスピリチュアルな意味の1つ目は、未来への助言だぜ。世界は阿弥陀くじみたいに、選択によって様々な未来に分岐していくんだ。パラレルワールドみたいなもの？それってフィクションの話じゃなくて、本当に起こるの？そうだぜ。私たちの選択や行動によって、未来は良くも悪くも変わっていく可能性があるんだ。なるほどね。もし予言を知らなかったら、未来が予言通りになっちゃうってこと？その通りだぜ。でも、予言を知ることで、その未来を回避することができるんだぜ。え、予言を知るだけでそんなに効果があるの？そうなんだぜ。だからこそ、私たちが予言を解説している意味があるんだぜ。さて、予言のスピリチュアルな意味の二つ目は、メッセージをみんなに見やすい形で残すことだぜ。それってどうしてなの？予言って、一人だけが知っていても大きな影響を与えることはできないんだぜ。だから、予言を多くの人に広めることが重要なんだ。それでみんなが予言を知って、未来を回避するために行動するんだね。それがスピリチュアル的にプラスの波動を生むことになるんだ。そしてその波動は、運気の好転や人生の好転を引き寄せ、困難を乗り越える力にもなるんだぜ。スピリチュアルな意味を知ることで、ポジティブな結果を引き寄せることができるんだぜ。確かに、スピリチュアルな意味を理解することで、予言に対する不安も和らぐわね。次は、2025年の予言について、未来人がどんなことを語っているのか、しっかり解説していくぜ。その予言の時期は、2025年の7月5日だぜ。そして、その日は未来人が特に注目している日なんだ。7月5日ってなんだか具体的ね。そういう予言ってあんまり聞かないからちょっと珍しいわ。ああ、その日に未来人は、隕石が落ちて、その後に大地震が起こると予言しているんだ。しかも、ただの予言じゃなくて、自分の体験談を交えて語っているから、リアルで具体的なんだぜ。自分の体験談を踏まえてるの？それなら確かに信憑性があるかもね。具体的にどういう内容なの？未来人は2025年に千葉県に住んでいた中学生だったらしいんだ。6月頃に、テレビのニュースで隕石が落ちるかもっていう話が出て、学校でもその話題で持ちきりだったらしい。7月になると、未来人の周囲でも隕石の話題が増えてきて、警戒するようになったらしいぜ。ニュースでも隕石がどんどん地球に近づいている、直径300メートルもあるっていう報道が連日流れていたらしい。そのニュースでは隕石が7月5日に太平洋側の海に落ちると報道されていて、それを見た人たちは少し安心したみたいだ。そうなんだ。それで7月5日はどうなったの？その日、学校は臨時休校になって、未来人は避難していたらしい。でも、その後すぐに大地震が起こったんだぜ。そして、スマホで隕石が無事に太平洋に落ちたことを確認したんだ。隕石が直撃しなかったのに、その後すぐに大地震なんて、本当にタイミングが悪すぎるわ。ああ、その地震は立っていられないほど大きかったらしい。そして、その影響で津波が発生して、日本を襲ったんだ。それで、未来人は無事だったの？未来人は、もともと隕石への対策として避難していたから、すぐに逃げられる状態だったみたいだぜ。それで、そのまま標高が高い場所に逃げて、なんとか無事だったって話なの？そうだぜ、未来人はラッキーだったな。しかも、その後の津波は本州の太平洋側を一気に飲み込むくらいの規模だったんだ。でも、その後に聞いた話によると、この時の地震はマグニチュード9もあったらしいんだぜ。東日本大震災もそのくらいの大きさだったわよね、確か。その通りだぜ霊夢。未来人はこのまま行くと、隕石や地震のような大災害が再び起こるって予言してるんだ。それが他の予言と違うのは、未来人が実際にその災害を体験してるから、リアリティがあるってことさ。それは本当に怖い予言ね。確かに怖い予言だよな。でも、未来人はその大災害を乗り越えて生き延びているんだぜ。だから、日本がその日に全滅するなんてことはないんだ。重要なのは、ちゃんと対策をすれば生き残るチャンスは十分にあるってことだ。そういうことなら、少し安心できるけどやっぱり怖いわね。焦る気持ちはわかるぜ。でも、ここからは具体的に私たちがどうすればいいかを解説していくぜ。うん、よろしくお願いするわ。
まず、未来人が生き延びた要因として、隕石対策が大きかったことは間違いないぜ。それが生死を分けたんだぜ。彼らは災害に対する対策をしっかりしていたからこそ、迅速に逃げることができたんだ。そうね、だから私たちも日頃から災害対策をちゃんとしておかないといけないのよね。その通りだ。対策をすることで、災害が起こった時にすぐに対応できるし、精神的な安心感も得られるんだ。それに、災害が起こるかもっていう意識を持つことで、災害に関する情報に敏感になり、より早く対応することができるようになるんだぜ。そういう意識の持ち方が、実際に役立つんだね。災害対策に意識を向けることで、関連する情報や状況に気づきやすくなるし、それが役に立つんだ。さて、次は2025年7月5日以降の予言について説明していくぜ。未来が語る今後の予言、それは太陽フレアの増加なんだ。これによって自然環境や私たちの精神性に大きな変化が訪れると言われているんだよ。未来人は特に、私たちの精神性の変化を危惧しているんだぜ。太陽のことはわかるけど、太陽フレアって具体的にどういうものなの？太陽フレアは、太陽の磁場によって引き起こされる現象の一つだぜ。太陽の表面で電磁波が爆発するようなイメージを持つとわかりやすいかもしれないな。2025年は、太陽が周期的に極大期に入る年でもあるんだ。だから、その時期に太陽フレアが起こりやすくなるんだぜ。ほうほう。でも、その極大期って11年に一度のサイクルで起こるんでしょ？それならそんなに心配することはないんじゃないの？その通りだぜ霊夢、通常ならそうだ。これは宇宙全体の大きな流れとも関係していると言われているぜ。でも、今回は未来人が言うには、私たちが受ける影響が過去の極大期よりも大きくなる可能性が高いんだ。そっか、そうなんだね。でも、それが私たちにどういう影響を与えるのか、まだよくわからないな。太陽フレアが地球に与える影響は、例えば海面上昇や磁場の変動による通信障害が考えられるんだ。だけど、それだけじゃなくて、私たちの体にも影響を与えることがあるんだぜ。それってどういうことなの？満月の時になんとなく頭痛がしたり、眠くなったりすることって聞いたことあるか？あ、それ、友達が言ってたことがあるよ。満月が近づくと頭痛が起きやすくなるって。そうなんだぜ。遠くの月でさえ人体に影響を与えるように、太陽フレアも私たちの体に影響を与えることがあるんだ。太陽がそんなに影響を与えるなんて、ちょっと驚きだね。具体的には、太陽フレアの影響で人間の興奮性が増すことがあるんだ。例えばイライラしたり、感情が激しくなったり、犯罪が増えたりすることがあるんだぜ。未来人は、そういった影響が広がることを懸念しているんだ。それは嫌だなぁ。私たちにどうすればいいのか教えてほしいな。太陽フレアの影響で、地球に磁場の変動が普段より強く降り注ぐんだ。それを直接防ぐことは難しいが、対処法を知っていれば対応はできるんだぜ。なるほど、どうなるかを知って対処していけば大丈夫なんだね。その通りだぜ霊夢。だから次は、今回の予言に基づいてどう行動すべきかを解説していくぜ。これが一番大事な部分だぜ。この話を聞くことで、未来を乗り切るためのヒントを得られるかもしれない。もしかしたら、これが状況を好転させるきっかけになるかもしれないぜ。期待して聞いてくれていいし、安心してもらって構わない。未来がどうなるのかはわからないけど、少しでも準備しておきたいものね。それで、まずは何から始めたらいいの？まず、日本人という人種について考えてみよう。スピリチュアル的な観点から見ても、日本人は特別なんだ。他の国の人々と比べると、私たちはとても強いエネルギーを持っているんだ。しかも、日本という国は富士山を中心に、強力なエネルギーが国全体に広がっているんだぜ。そんなことがあるんだ、それってただ聞いているだけでもすごい話だわ。だからこそ、私たちが正しい方法で行動することが重要なんだ。この強いエネルギーを正しく使えば、未来を好転させる確率は驚くほど高くなるんだぜ。じゃあ、今回の予言に基づいて、私たちが取るべき具体的な行動を2つ紹介するぜ。わかったわ。まず最初に言っておきたいのは、助け合いの精神を持つことだ。助け合いか。確かに大事なことだと思うけど、実際にやるのは難しそうだわ。でも、今回の予言で具体的に日時までわかっている隕石の落下や地震、これらの災害が本当に起こった場合、助け合いが生死を分ける鍵になることが多いんだ。そうね、災害の時って、協力が何よりも重要だってよく聞くわ。確かにそうかもしれない。その通りだぜ。
ただ、助け合いといっても、日常の中でどう実践すればいいのかは難しいところだよな。うん、どうやって助け合えばいいのか、具体的にはよくわからないわ。そんなに難しく考える必要はないぜ。日々の生活の中で、自分だけでなく他人も気遣うことが大切だ。例えば、感謝の言葉を積極的に伝えたり、普段の挨拶を丁寧に行うことから始めてもいい。些細なことでも、相手を気遣う心がけが大切なんだ。これはスピリチュアル的にも非常に良い行為だ。そうして全体的な運気が上がるんだ。相手に対する気遣いは、相手を喜ばせるだけでなく、自分自身の気分も良くする。さて、私たちが行うべき具体的な行動の二つ目は、自己愛を高めることだ。自己愛？それって、今回の予言とどう関係があるのかしら？確かに一見関係が薄いように感じるかもしれないが、実はとても大事なんだ。今の時代、自己肯定感が下がりやすい環境にいる私たちは、まず自分をしっかり愛することが必要なんだ。そうすることで、心から他人を助けることができるようになるんだぜ。自分を愛し、自分を大切にすることで、内面からいいエネルギーが湧き出てくるんだ。未来人の予言で言われてた大きな困難も、ちゃんと準備すれば最小限に抑えられるんだって。しかも、運気をアップさせたり、人生が好転したりと、いろんな良い効果があるみたい。その通りだぜ。未来人が話してる予言って、ただの空想じゃなくて、ちゃんと根拠があるから侮れないんだ。自分を大切にして、自己愛を高めることで、予言されてる困難も乗り越えやすくなるんだぜ。うん、でも自己愛を高めるって言われても、どうやっていいかわからない人も多いんじゃないかな？確かにそうだな。でも、少しずつ練習していけば、誰でも自己愛を高めることはできるんだぜ。例えば、今日一日の自分を褒めてから寝るとか、そういった簡単なことから始めればいいんだ。そっか、それなら私にもできるかも。寝る前に今日もよくやったって自分に言ってやるだけで、気分が良くなるし自己愛も高まるんだぜ。そんなことで本当に変わるのかな？ああ、もちろんだぜ。こんなシンプルなことでも続けていけば、必ず効果が出るんだ。自分を愛し、大切にすることは、未来を明るくするための第一歩なんだぜ。それなら、やってみようかな。今日からでも始めてみるといいんだ。自分を大切にすることが、未来を明るくする鍵なんだぜ。未来人の予言を聞いて、最初はちょっと怖かったけど、こうやって対策を知ることで安心できたし、何より自分でも行動を起こせることが分かってよかった。未来人が体験した予言があるって言っても、それが絶対にその通りになるとは限らないんだ。だから、怖がる必要はないんだぜ。私たちの力で未来は変えられるんだからな。うん、未来って無数の選択肢で分かれてるんだよね。だから予言を聞いて不安になるよりも、私たちがどう行動するかが大事だよね。そうだぜ。予言を知ることで対策が取れるし、その対策をしっかりしていれば悪い未来なんて避けられるんだぜ。怖がる必要なんて全くないんだ。みんなの人生がもっと良くなるように心から願ってるぜ。それじゃあ、今回はここまでだ。本日の動画は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。もしこの動画が面白かったら、グッドボタンチャンネル登録をよろしくな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。